稲妻どんどんパン踊ってみた結果発表。松下洸平、まさかのダンスセンス開花。ベニュー百1 0 1で平野翔と行きぴったり。キンプリ3人集結。ベニュー百1 0 1で見せた絆にファン感動。9月8日に放送されたベニュー百1 0 1では、多くの視聴者が待ち望んでいた特別な瞬間が繰り広げられました。この放送回の一つのハイライトは、 平野翔が岩優太や神宮寺・優太と共にダンスのレッスンを行い、その過程で有働由美子さんや松下洸平さんにもダンスを教える場面でした。このシーンは視聴者の心をつかみ、笑顔と共感を引き出す瞬間となり、SNS 上でも大きな反響を呼びました。まず最初に多くのファンが指摘していたのは、平野翔の優れたダンススキルです。彼の踊りは一見簡単そうに見えますが、 実際には非常に高度な技術が求められます。有働さんが挑戦した「稲妻どんどんパン」というダンスの動きもその一例です。この動作はリズム感と身体の連動が求められる難易度の高いもので、多くの視聴者が自身で挑戦してみたものの、苦戦した様子を SNS でシェアしていました。それでも、平野の教え方はとても優しく、細かく指導してくれるため、 挑戦する人々にとっては大きな励みとなりました。一方で、ダンスを通じて見られた有働さんの頑張りにも、多くの視聴者が感銘を受けました。彼女は踊ることに不慣れな様子ながらも、一生懸命に動きを追いかけ、何度も挑戦する姿が印象的でした。このような姿勢は、視聴者にとって共感を呼ぶものであり、私も頑張りたいと感じさせる力があります。視聴者は有働さんの姿に、 自分自身を投影することができ、プロフェッショナルなダンサーと初心者の間にあるギャップを感じながらも、挑戦する意欲をかきたてられました。また、松下洸平さんもこのシーンでは大きな存在感を示しました。彼の自然体な振る舞いや、ダンスに対する素直なリアクションは、多くの視聴者に親しみを感じさせました。彼が平野から指導を受けるシーンは、あまりにも微笑みましく、 まるで仲の良い友人同士が一緒に学び合うような雰囲気が画面から伝わってきました。このような和やかなやり取りは、視聴者にとって、難しいダンスでも楽しんで取り組めばできるかもしれないと思わせる効果があり、リラックスした雰囲気の中で彼らのスキル向上を応援する気持ちが高まりました。さらに、平野翔のダンス技術だけでなく、その教え方にも多くの賞さんが集まりました。彼は、 ダンスの素人である有働さんや松下さんに対して、非常に丁寧で親切な指導を行っており、その優しい態度に多くのファンが感激しました。SNS では、平野くんに教えてもらったら、私もダンスが踊れるような気がするといった声が飛び交い、彼の指導力が視聴者に与える影響が大きいことが示されました。ダンスは単に身体を動かすだけでなく、コミュニケーションの一環としても機能することが、 このシーンを通じて感じ取れる瞬間でした。稲妻どんどんパンのダンスは、シンプルなリズムに見えるものの、実際に行うと非常に難しい動作が含まれており、特に足の動きが視聴者にとっての挑戦となりました。多くのファンが SNS 上でその困難さをシェアし、左足はなんとかできたけど、右足は無理だったという声や、いくらやってもあの足の動きができないといった感想が飛び交いました。 それでも平野の動作は美しく、スムーズで、彼の技術の高さを再確認させるものでした。これに対して、視聴者は、ダンスってセンスだよね、というコメントを残し、彼の自然な才能を称賛しました。このような番組のシーンを通して、視聴者はただのパフォーマンスを楽しむだけでなく、ダンスの裏側にある努力や、スキルを磨く過程に共感を覚えます。また ダンスを教える側の姿勢や態度も重要な要素となり、平野翔のように優しく指導する姿が視聴者にとって好印象を与えることが、このシーンからも明らかになりました。彼の細やかな気配りや優しさが、単なるエンターテインメントを超えて、人々に対する励ましや勇気を与える存在となっているのです。こうした背景から、ダンスというものは、ただ技術的なスキルだけでなく、 指導やコミュニケーションを通じて人々を結びつける力があることがわかります。視聴者にとっては、ダンスを通じて自分自身も挑戦したくなる気持ちが湧き上がり、また、ダンスを通して他者とのつながりや、成長する喜びを感じることができるのです。さらに、今回の番組は、ダンスというテーマだけでなく、視聴者と出演者の間に一種の連帯感を生み出しました。SNS 上での反応を見る限り、 視聴者はただ見るだけでなく、実際に自分で動きを試してみたり、出演者の努力に共感し、励ましの声を送ることで、番組を一緒に作り上げている感覚を共有しています。このような視聴者参加型のエンターテインメントは、従来のテレビ番組とは一線を画し、視聴者の関与が番組そのものをより豊かで意味のあるものに変えていくことが見て取れます。平野翔、ガンユータ、 雄太といったトップアイドルたちが出演するベニュー1 0 1は単なるパフォーマンスの場にとどまらず視聴者との双方向のコミュニケーションが生まれる場としても機能しています特に今回のダンスレッスンのシーンでは彼らのプロフェッショナリズムと人間的な優しさが垣間見え視聴者に深い感銘を与えましたこのような体験を通じて私たちはエンターテインメントが単に楽しさを提供するだけでなく 挑戦や成長そして人と人との絆を深める力を持っていることを再確認することができました。今後も「ベニュー1 0 1のような番組が視聴者と出演者とのつながりを大切にしながら新たなエンターテインメントの形を模索し続けることを期待しています。そして平野翔のような才能をあふれるアーティストたちがこれからも私たちに勇気や感動を届けてくれることを願ってやみません。 ベニュー1 0 1位における特別な瞬間が、今回の放送を通じて視聴者にどのような影響を与えたかは、SNS の反応を見ても明らかです。平野翔のダンススキルや教え方はもちろん、その親しみやすいキャラクターが視聴者の心に深く刻まれました。彼の技術的なスキルと温かい指導方法は、単なるエンターテインメントを超えて、ファンに対して一種のインスピレーションを与えています。特に、 ダンスを通じて視聴者が一体となり、挑戦する意欲を引き出す姿勢は、多くの人々にとって励みになったことでしょう。稲妻どんどんパンという特定のダンスの振り付け自体は難しいものであったにもかかわらず、視聴者はそれを、難しいけれど楽しいと感じることができました。これは、平野の指導がただ単に教えるだけでなく、ダンスそのものを楽しむというメッセージをしっかり伝えていたからだと言えます。視聴者の中には、 この振り付けに挑戦しながらも失敗を恐れずに楽しむ姿勢を見せることで自分の日常生活にも前向きな影響を与えたという声もありましたこのようなダンスの瞬間や指導が視聴者に与える影響はエンターテインメントの持つ力を再確認させてくれますダンスそのものが持つ身体的な表現力と教え合う過程で生まれる温かさや連帯感はテレビを通しても明確に伝わりさらに視聴者に新たな挑戦を促します 特に、何か新しいことに挑戦する勇気がなかなか出ない人々にとって、この放送は、自分もやってみたいというポジティブな気持ちを呼び起こしたに違いありません。ダンスが難しいからこそ、視聴者にとって挑戦する価値があり、またそれを乗り越える過程で得られる満足感が大きいという点も、この番組の魅力です。平野翔ががど働さんや松下さんに見せた教える際の優しさや配慮は、視聴者が、 挑戦しても大丈夫という安心感を持つ要因の一つでもあります。このような安心感は、挑戦すること自体が価値ある経験であり、失敗してもそこから学び、成長できるというメッセージを強く伝えているのです。さらに、今回の放送が視聴者にとって特別だった理由の一つには、アイドルとファンの距離感が縮まる瞬間が生まれたことも挙げられます。通常、テレビを通じて見るアイドルたちは、 ステージ上の輝かしい存在として見られがちですが、このようなリラックスした場面では、彼らの人間味が垣間見え、視聴者との心理的な距離が縮まります。平野が有う働うさんに親切にダンスを教えるシーンや、岸優太が笑顔でサポートする場面は、まさにその恒例です。ファンにとっては、これらの瞬間が彼らの人柄をさらに深く知る機会となり、彼らへの愛情や応援の気持ちが一層強くなる結果となりましたまた。 ダンスという表現形式自体が、日本のエンターテインメントシーンにおいてもますます注目されるトピックになっています。最近のトレンドを見ても、音楽やドラマに限らず、ダンスを通じた表現が増えており、視聴者が自宅でその振り付けを楽しむ文化が広がっています。この、ベニュー1 0 1のような番組が、ダンスの魅力を広める上で大きな役割を果たしていると言えるでしょう。特に SNS の影響力が強い現代において、 視聴者が番組の一部分を切り取って共有することで、その影響はさらに広がります。今回の、稲妻どんどんパンのような振り付けは、番組の視聴者にとどまらず、ネットを通じて新たなファン層にも広がり、ダンスが一つのコミュニケーション手段として機能していることが見て取れます。視聴者同士が SNS 上で挑戦の結果を共有し合うことで、一種のダンスチャレンジのような流れが生まれることも、 エンターテインメントの新たな形として注目されています。こうした動きを見てみると、テレビ番組が持つ役割はますます進化していることがわかります。かつては一方通行だったテレビの視聴体験が、今では視聴者が能動的に関与し、番組の一部となることで、双方向のコミュニケーションが可能になっています。平野翔のようなアーティストがその架け橋となり、ファンとのつながりを深める場としての役割を果たしていることは、 エンターテインメント業界全体にとっても大きな意義を持っています。